231丁目駅はニューヨーク市地下鉄 IRT ブロードウェイ -7 番外線の駅である。ブロンクスク・キングスブリッジとリバーデールにまたがるブロードウェイと西231丁目の交差点に位置し、1系統が終日停車する。駅は1907年1月27日に ブロードウェイ -7 番外線のマーブルヒル -225 丁目駅当駅間の延伸開業とともに230丁目駅として開業した。駅の位置は現在の駅の南東、西230丁目付近であった。また、駅付近には後にニューヨークセントラル鉄道、メトロノース鉄道へと移管され現在のハドソン線と、ナルスパイテンダイビルポート、 モリス鉄道のキングスブリッジ駅とスパイテンダイビルポート、モリス鉄道線から分岐し、ブルースター駅までを結んでいた、ニューヨークパトナム鉄道のキングスブリッジ駅と2つのキングスブリッジ駅が、かつて存在していたが、スパイテンダイビルポート、モリス鉄道キングスブリッジ駅は当駅開業前の1905年から1906年頃に廃止。 ニューヨークパトナム鉄道線は1958年5月29日をもって旅客営業が終了しその後路線自体が廃止されてしまったためどちらのキングスブリッジ駅も現存していない。1908年8月1日、ブロードウェイ -7 番外線がバンコートラントパーク -242 丁目駅まで延伸開業。これにより当駅は途中駅となる。 1948年4月6日、103丁目駅、ダイクマンストリート駅間の各駅で、ホーム有効調の延長が行われた。以前は6両編成までの入線に対応していたが、延長工事により10両編成の列車の入線に対応できるようになった。ただし、125丁目駅のみ2ヶ月後の1948年6月11日に延長が行われている。また、 その1ヶ月後の7月9日に当駅含む207丁目駅238丁目駅間の各駅で42万3000ドルの費用をかけて延長が行われた。駅は2003年から2004年にかけて改装工事が行われ、ADA に準拠する容量ホームに接続するエレベーターの設置が行われたほか、出場専用回転式改札機のみの設置で、 入場ができなかった北港ホーム側改札口は、出場専用回転式改札機と、入り出場対応回転式改札機の両方が、設置され入場が可能となった。改札外へのエレベーターあたり駅は、相対式ホーム2面と観光線2線、急行線1線を有した2面3線の高架駅で、中央の急行線は、現在定期列車では使用されていない。また、 当駅はブロードウェイ -7 番外潜在南端のブロンクス区内の駅である。なお、南隣のマーブルヒル -225 丁目駅は、地理的にはアメリカ合衆国本土に位置し、ブロンクス区と陸続きとなっているが、法的にはハーレム側を挟んだ向かい側のマンハッタン区に含まれている。駅にはアートワークが2つ飾られている。一つは1991年に、 ウォポホラップにより制作されたエレベーテッドネイチャーアイフォーという作品で、これはホーム壁面にある灰色の大理石のタイルで構成されている。また、この作品はブロードウェイマイナス7番外線の他の4駅にも飾られている。もう一つは2007年にフェリペガリンドにより制作されたマジックリアリズムインキングスブリッジという作品で、 これは、駅周辺を描いたホーム壁面にある、ステンドグラスで構成されている。改札口は各ホーム中央に所在し、ホーム別となっている。南広ホーム側改札口には、回転式改札機と切符売り場、ブロードウェイと西231丁目の交差点北西、南西への階段が一つずつと、同交差点南西へのエレベーター一機がある。北広ホーム側改札口には、 回転式改札機と、出場専用回転式改札機、ブロードウェイと、西231丁目の交差点北東、南東への階段が一つずつと、同交差点南東へのエレベーター一機がある。ありがとうございます。